ボンジョルノ、あっちゃんです。今日はね、歌いは昨日ちょっと久々にね、めっちゃ久々にキャスやって、で何時、4時ぐらいまで配信してたかな。もうちょっと限界超えちゃってさで、そっからまだ動画編集やってなかったから、結局5時過ぎぐらいまでやってて、で極時に起きてで、ちょっとどうしていないの、ちょっと9時ぐらいに行ってね、今ベッドからやっと今出たね、10時半。よいしょ、やっぱあんま無理したらあかんね。できるだけね、電池エロやかな、音がおかしいね。149-81-6 収録。やっぱ寝不足になるとね、こうなるんやね。寝不足っていうかね、寝不足やな。4時間弱しか寝てないな。そらあかんわな。一回目覚め、9時に目覚めてからね、ベッドで横になってて、動かれへんかってね。で、今になったんやけど。横になって、まあ、スマホいじくっとってんけどね、姉さん動かれへんって言って、やっと動く、起きられたから起きてきて、トイレ行ってね、今やねんけどね、寒いよ。ちょっと待ってね、中学校で寝て寒いね、もうしゃあないやんか。よいしょ、ちょっとね、ソーレの水を増やしとこう。よいしょ、ソーレの水増やしとこう。塩も増やしておくな、多分溶けてまうような、入れたら。よいしょ、長いこと飲んで、もう2年3年ぐらいになるか、3年近くなるかな。3年もうちょっとなのか知らん。いただきます。毎日ね、飲んどっても全然大丈夫なんでね。そうだ、これを寝起きはね、肌が乾燥するからね。あ、ちょっとこれをやりながら、これもちょっとね、レビューしながら、毎日レビューするとどうなるのかっていうのはね。まあ、でもね、冬はね、ほんまお肌乾燥するから、こういうので潤いをね、保ってて大事なことみたいでね。これね、霧がね、
細かいのね、なんか細かいから肌に何ちゅうのなんと入るんやって。で普通の水でジャブジャブジャブってしたら外に水気がつくから持っていかれんのね、浸透圧の加減かなんかやと思うんだけど。ちょっと出先でねちょっと乾燥したなと思ったら、特にこの辺とか乾燥せへん、あんまり近づけたらね、あかんことはないのか知らんけど、あの濡れるんよね。手もちょっと乾燥させてるんで、お肌にね潤いを与えること。特にこの首筋で年齢出るからね、寒いわあんまりこの辺したら寒いわ。でね、毎日つけるね、ちょっとまた充電しようかなね。結構持つね、手が取れからもうさらっとしてるけど、なんかしっとりしてる感じがする。もちもちもちってするわまあね、乾燥肌はねどうしても老けちゃうんでね、シワになっちゃうんでね。もっと早く気づいてねスキンケアしてますけど、やっぱりね一気に老けたね来るよ、今若いからって言って安心してる人来るよ一気にね。あっちゃんは年よりかなり若く見えてたんやけど、今はね老けちゃったよこうやって触ってるとね、前いつものかさつきが ない感じがする。これね、ちょっと待ってね。一連の作業をしておきます。薬のものもね、ちょっとお年を召したし、あ、証みたいにいいじゃないけど、よいしょ、蜂蜜、そば蜂蜜、寒いから固まるわ、そこの方出てきゃやろ、硬いよ。硬い、出てきゃい。毎日の蜂蜜もね体にいいんで、もうちょっとそば蜂蜜を食べてねけどね、また終わったら100貫、昨日久々に100貫の方舐めてみたらね全然味が違う。やっぱり典型的な蜂蜜っていう味がする、ね、ちょっとねみかん100貫みかん、これ和歌山から多分みかんの花も入ってるのかな、100貫ってことはいろんなお花のね花の蜜が入ってるんやと思うんだけど、ちょっとみかんの香りがほんのりするので、ということでね、今日のあっちゃんのソウルタイムこの辺で終わりにします。あとね、お肌のスキンケアをねこうしながら、こんな感じでね今日もちょっとお肌を手入れしながら、ソウル飲みました。
これちょっと数日続けています。いきます。これ多分昨日おとつい手に入って届いて、で昨日を朝やって、今日も朝やってるね。3日目になるんだけどね。だからね、まあ、どんな感じでしょうかね。はい。ということで今日のあっちゃんの、送礼タイムこの辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの送礼タイム良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。